どうした霊夢、目薬でも打ったのか。目薬でこんなに悲しくなるわけないでしょ。ゲートルーラーのテストプレイ抽選に落ちたんだよ。何よりも楽しみにしてたのに。暇さえあればツイッターでゲートルーラーって検索かけてたもんな。TCG の開発にほんの 0.01% でも携われる数少ない機会だったのに、私の運がないせいで。いくら後悔しても運じゃどうしようもないな。本当に楽しみにしてたのに、当選してないけど当日練馬春日店に乗り込もうとも思ったけど、思っただけだから別にいいよね。実行しなければな。その日はラーメン食べてゲームしてツイッターにこびりつくことにするよ。というわけで今回はゲートルーラーにどれだけ期待してるかと現段階で出ている情報をまとめた動画です。願わくば某店長に認知してもらいたいですね。っていうか自分から某店長に、わし宣伝する件楽しみにしてんで、とかメール送ればいいだろ。登録者200人ちょっとのチャンネルにそんな出しゃばったことできないでしょ。肝っ玉の小さいやっちゃのう。シャキッとせいシャキッと。というわけで早速現段階で出ている情報をまとめていきましょう。画像などはなんかヤバい気がするので載せません。まずはターゲット層、TCGで育ってきた世代をターゲットにしているようだね。だいたい20代から30代を狙ってる感じだな。うぷ主もちょうどそのあたりだからなおのこと楽しみだね。次は軍、デュエマでいう文明で MTG でいう色らしいね。アンガードだと国家あたりだと考えればいい感じか。まずはアトラス、イメージカラーは青、欧米軍と復活したヨーロッパの神話上の生物が協力して成り立ってる軍らしいね。もちろん復活した神話上の生物が全部協力しているわけではなく、一部敵対してるみたいなんだ。生配信だとドラキュラや狼男を例に出してたな。敵対してる神話上の生物もいるっていうところがまた世界観を深くしているところだよね。もちろんロボや戦闘機なども出るようだから、ガンダム好きとかはこの軍をメインにしたデッキを好みそうだね。アトラスの名前の由来もあるが、そこはぜひ某店長の配信のアーカイブを見てほしいぜ。次はオルナー。この軍はイメージカラーが配信では言われなかったよ。配信では東洋魔人連合軍が先だったが、オルナーの存在が重要になってくるから最初に紹介するぜ。この軍は単純、普通にかっこいいファンタジーだって言ってたよ。剣と魔法とドラゴンだからかっこ悪くする方が難しいね。次は東洋魔人連合軍。何これ文字にするとむっちゃかっこいい。この軍もイメージカラーは言われてなかったね。ちなみにこれから紹介する軍全部イメージカラーは配信で言われてなかったよ。アジア、日本を中心とした軍事同盟と復活した妖怪たちで成り立つ軍。ウォルナーから技術提供を受けて、サラマンダーエンジン、イフリートエンジンを使った強兵器を作ってる部隊。サラマンダーエンジンやイフリートエンジンは精霊が入ったエンジンらしいな。東京の街にでかい剣が刺さっていて、その周辺で異次元の門のようなものが夜な夜な発生。そこからモンスターが出てきて小規模な戦いが発生している。そのため、実戦経験が豊富で次々に新兵器を開発している。世界観的には日本特撮らしいな。配信ではゴジラとかが好きな人って言ってたけど、特撮好きなら馴染みやすいと勝手に考えてるよ。次はマジカルユニバース、通称アホーチュー。マジカルユニバースの中には宇宙犯罪組織エブリデイクライムという組織がある。今のところはエブリデイクライムしか出てないけど、他にもあるような言い方だったので、おそらく他にも組織があると思われます。エブリデイクライムは宇宙を我が物にしようとしている悪い組織。そのトップは宇宙魔人大悪党。なんやそれ、センスの塊か。さらにその下には6巻 V て、6月19日の配信ではガチホラーが公開されました。というかエブリデイクライムの魅力はぜひ配信のアーカイブをご覧ください。ここで簡単に説明するのは難しいし何よりもったいない。次は侵略次元。これは完全に謎です。現段階では世界の心理並みに謎です。カードイラストもいくつか公開されていて、ウォルナーが今のところ公開されている枚数が比較的多いです。そしてこの5つの軍は混ぜてデッキを組むことができるようです。例えばアトラスとウォルナーの混合デッキやマジカルユニバースと東洋魔人連合軍の混合デッキが作れる。もちろんアトラス単体や東洋魔人連合軍単体でデッキを組むことも可能です。そして今まで全くなかったルーラーシステムというものがあるようですね。いつかの配信でルーラーを変えることでゲームのルールが全く違うものになると言っていたな。アンガード対遊戯王、デュエマ対バディファイトのようにルールが違うゲーム同士での対戦が成り立つみたいだね。敗北条件だけが変わるようなものじゃないだろうね。そもそも敗北条件が変わるかどうかもわからないもんな。すごい楽しみな部分の一つだね。それに TCG 初心者と上級者が同レベルで楽しめるという不可能だと言われてたことを実現したとツイッターで言ってたね。運ゲー好きな人にも運要素の少ない TCG を求める人のも対応していて、それをコロンブスの卵で解決したらしいな。コロンブスの卵っていうのは誰でもできること、しかしそれを最初にやるのは難しい、という意味で、簡単に言えば発想の逆転だったり、柔軟な発想のことだってうぷ主は理解してるぜ。詳しくは調べてください。それに大会開催キットを一般販売して、店舗以外でも気軽に大会が開けるようにする予定のようです。
私も有名になって大会を開きたいと思ってるよ。ならもっと動画出せよ。もっとも。発売スケジュールも比較的緩やかにするらしいから、5つの段で長く遊べるみたいだね。アンガードは1月に1段出るから作るクランを絞らないと追いつけないもんな。他の TCG もブースターが出る頻度が1ヶ月に1回なんて普通だから、環境を追う人とカジュアルさっていうものはかなりものだからな。ガチとカジュアルって両立するのは難しいからね。環境を追ってるとカジュアルデッキに触れてるより、ガチデッキ練習しないと勝てないし、カジュアルは大会に出るまでの難易度と、出た後の大会に対する印象も人それぞれ違うからな。いい雰囲気の大会だったらまた出ようと思うけど、雰囲気最悪だったら行きたくなくなるもんね。ウプ主も経験あるからわかるよ。ブースターが出る頻度が緩やかなのも、ガチ対カジュアルでも熱い試合ができるのは始めやすいし楽しめそうだね。そういう情報が出てくるとますますテストプレイに行けなかったのは悔しいな。喧嘩売ってんの。こればっかりは運なんだから割り切れよ。第一弾だけでものすごい情報量だっていうしさ、テストプレイに参加できないのほんと自分の運のなさに嫌気がさすよ。書類審査で落ちた説もあるがな。買うよ。今なら普通に買うよそれ。喧嘩売ってるわけではないんだがな。正式発表の10月末まで待つしかないか。10月末の発表で発売日等が公開されるらしいからな。その日お楽しみにしておくよ。というところで今回はこのくらいで、他にも情報は出てるから某店長のツイッターやヨウツベ配信をぜひ見てみてください。このチャンネルではゲートルーラー新情報の動画を投稿していきますので、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。現段階の目標は某店長に宣伝しちゃるけん案件くれやっていうのを丁寧語と尊敬語に置き換えて言えるくらいになるのが目標です。ゲートルーラーは本当に注目していて、某店長の本気が感じられたから成功してほしいので、これからもゲートルーラーを応援させていただきます。ですのでチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画で、ご視聴ありがとうございました。それでは次回まで、ゆっくりしていってね。ここなんか別の締め方ないかな。自分で考えろよ。